皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2007年公開の、アイアムレジェンド。現代、アイアムレジェンド。監督はフランシス・ローレンス。脚本はマーク・プロトセビッチとアキバ・ゴールズマン。主な出演は、ウィル・スミス、ハリー・シー・ブラガ、ダッシュ・ミホク、など。2012年、人類が死滅してしまった地球でたった一人、有能な科学者のロバート・ネビルだけが生き残る。彼は究極の孤独と戦いながら愛犬サムと共に3年間もの間、他の生存者の存在を信じて無線で交信を続け、人類再生の道を探る。というストーリー。小説地球最後の男の3度目の映画化。前半は3年もの間、唯一の話し相手が愛犬サムとなった最後に残った男の孤独感がよく描かれ、緊迫感もあってなかなかのサスペンスホラー。特に、無人のニューヨークの映像は圧巻。一方、後半は全くダメダメ。サムとのエピソード以降はあまりに唐突でがっくり。ラストに至っては、前半を否定するような内容、かつ、ありきたりすぎて目が点になった。ということで、評価は。サムダウン。